皆さんこんにちは。リオオリンピックボート競技日本代表の中野宏です。本日は私がボート競技というスポーツにどうやって出会ってオリンピックに出るまでに至ったかと、あとその自己紹介を兼ねてを映像にし動画にしたいと思います。はい、お願いします。出身は石川県金沢市、はい、中野宏と言います。はい、33歳です。ボートは19歳、大学受験で1年間浪人した後に、一橋大学でボートを漕ぎ始めました。それまでは小学校卒業までは水泳を8年間か9年間ぐらいやってて、中学校ではサッカー3年間、高校では2年間テニスをして、高3の時だけ陸上をやって、で、浪人して、で、一つ橋ボートって感じです。はい、結局、19歳から始めて、今33歳なんで、まあ14年間ぐらい超えてます。最長記録です。はい。小学校までは、そこまで人見知りとかなく、まあ、思ったことをやる、やんちゃな人間だったと思うんですけど、中学校、高校ぐらいから、ちょっと人見知りを発揮し始め、本当仲いい人とは仲良くなるんだけど、なんか2日ぶりに会うとか3日ぶりに会う人とはちょっと距離を置いてしまうみたいな。仲良かった人も、ちょっと土日会いちゃうと月曜日話すのがちょっと恥ずかしいとか、なんか、今もまあ同窓会があったとしても、ちょっと行くのは絶対に恥ずかしいみたいな。たとえそれがすごく仲良かったとしても、なんかドキドキするみたいな。ちょっと人見知りをすごいこじらせてる。まあ今もそうなんですけど、人間でした。はい。まあ朝4時とか5時とかに起きて練習して、で、学校行ったり、学校から帰ってきたら4時から6時とか練習して、で、まあすぐ寝たりとか。それもぼーっとして寝て、ぼーっとして寝てっていう感じだったんですけど、その月曜日の夜とか木曜日の夜に、そのボート部入る前はここで週7日暮らすはずだったそのアパートに帰る日が来るんですけど、その時の夜道、自転車で夜そのアパートに向かって帰る、なんかその一人の帰り道がすごい心に残ってるというか、自分のそのチャリのきしむ音しか聞こえないみたいな、なんかなんで俺こんなことやってんだろう、なんで大学入ってまでこんなことやってんだろうって思いながら家にとぼとぼ帰っていくっていうね。今もその夜車運転してると、あ、俺なんでこの道ある車走ってんだろうみたいな思うことがあるんですけど、なんか大学の時のその月夜と木夜がすごく印象的でした。まあ、小中高といろんなスポーツをやって、まあ、全部ダメだったので、なんか一つ大学からでも間に合うスポーツを探してたっていうか、その先輩が大学からでも間に合うよって言われて、あ、もうじゃあここでスポーツがダメだったらもう自分はスポーツができない人だっていう、反抗をせる、ラストチャンスだっていう気持ちでボートを選びました。本当はそのボートとラクロスとアメフトっていう競技もあったんですけど、水泳、テニス、サッカー、陸上をやってきて、まあ自分が体力系、持久力系の人間だっていうことが分かってたので、で、あと、まあ個人スポーツも好きだし、チームスポーツもどっちも好きだなっていうのがあって、ボート競技って結構珍しくて、一人乗りの種目もあれば、二人乗り、四人乗り、八人乗りっていうチームスポーツもあって、あ、どっち転んでも大丈夫だなっていう、そういうのもあって、ボート競技にしました。大学時代は、大学1年、2年の時はほとんど8っていう8人乗り、まあ実際9人乗るんですけど、9人乗りの練習が多かったので、で、大抵誰か一限があって、
って出席するためには朝4時に起きない、全員が朝4時に起きないと学校に間に合わないで、だいたい4時に起きて4時半とか5時から練習して6時半とか7時に終わって、で1限ある人は7時50分の電車に乗って、2限の人はちょっと1時間ぐらいゆっくりしてみたいな、で学校で授業を受けてご飯食べて授業を受けて帰り電車に乗ってまたボート漕いでみたいな、まあ、実際この漕いで学校行って午後も漕ぐっていうのは週2回ぐらいだったんですけど、まあ結構大変でした。大学3年の時に U23 世界選手権で準優勝して、まあ、それ4人乗りで、まあ、自分が一番下手くそだったんですけど、まあ、なんとか合わせることができて、まあ、なんか合わせれば早い種目、まあ、4人乗りなんですけど、下手ではあったんですけど、うまい人と合わせることができて、なんかスピードが出て、でなんか日本人史上初のなんか快挙だって言われて、なんかすごい嬉しくなりました。大学3年の時に全日本大学選手権で8、まあ、8っていうのが一番レベルが高い種目なんですけど、そこで4位、国立大としては1位で、4年の時も4位っていう結果でした。就職の時にボート続けるかやめるか考えたんですけど、まあ、ボートが初めてこう自分が表舞台に立つことができたスポーツだったんで続けようと思い、勧誘いただいたチームもあったので、社会人になってもボートを続けることにしました。で結果的にはそこで初めて全日本選手権日本一になることができて、2016年のそのリオのオリンピックにも出場することができました。全日本選手権は4回優勝してます。1人乗りが2回、8人乗りが2回、はい、なんで実際ボート競技で好きなのは、なんか1人乗りでどっかの川で浮いた時に、なんかすごい自分が孤独になった時とか、普通みんななんか道路とか地面の上しか歩けないと思うんですけど、ボートに乗ると川の上だったり橋の下だったり、普段行けないところに行くことができるっていう、なんか冒険してる気分だったり、なんすかね、展望台登った時ってなんかこう地上に誰もいない、なんか地上に誰もいないじゃん、地上に自分がいない、自分以外の人がみんな下にいるっていう感じ、なんかその孤独感というか、なんか客観的に見ることができると思うんですけど、なんかそういう感じを船に乗った時も感じるというか、なんか世界から外れたっていう、まあ達観というとなんか偉そうなんですけど、なんかもう達観というか没落じゃない、没落でもないけど、スマホを家に忘れた時に解き放たれた感じあるじゃないですか。なんかそういう、まあボートにそのスポーツ中って基本スマホを触ってない人が、まあスポーツ中は多いと思うんですけど、まあスポーツの今のなんかメリットとして、なんかそういう電波というか人間関係というか、なんか社会からちょっと外れることができる。それが2人乗り、4人乗り、8人乗りだったら、本当にその人たちとしか共有してない時間を持つことができるみたいな。一切他の人はその中に入ってこれない。電話もかかってこないし、なんかどっかコンビニ行くわみたいなのもできないし、トイレに行くこともできないし、とずっと同じ時間を共有することができるっていうのが本当すごいいいことだなと思います。その日本代表を結構何年間かやらせてもらった時も、とボート競技を通じて、本当ボートをしなかったら絶対に出会わなかった人たちといっぱい出会うことができたんですけど、そういう人たちと本当に同じ船に乗ってるっていう、なんか奇跡的な経験、時間、体感、なんかそういうのがすごく好きでした。もう自分が人見知りっていう性格もあるんですけど、なんか運動を通じて仲良くなることが
すごくできやすい競技かなと。合わせる、動きを、漕ぎを、漕ぎ方を合わせる、合わせなきゃいけないので、その人は何考えてんだろうとか、どういう気持ち今やってんだろうとか、今きつそうだなとか、なんかボートは本当に同じ動きをしなきゃいけないので、なんかすごい一つになった感覚というか、一つの時間を共有してる感覚がすごくあって、そこが好きだなと思います。すいません、ちょっと長くなりました。後世の最大遺物、内村鑑三。生きてる間に何を残せるのかっていう、確か5つぐらいあったんですよね。その最後がすごく良かった。で、なんか一つ目か二つ目かは、その道を作るとか、橋を作るとか、トンネルを作るとか、それによって多くの人がより簡単に移動することができるとか、生活が楽になるとか。題名はめちゃくちゃ固いんですけど、内容はその講演会、話し言葉でなってるので、結構読みやすいです。はい。いや、特に練習中、まあ、特に聞くことはない、あんまりないんですけど、なんかこう、俺何してんだろうっていう、落ち込む時が、まあ、多々あるんですけど、ご存知みたいに、結構落ち込むことが多いんですけど、なんですかね、その孤独を支えてくれる歌だとか、変な進路を歩んでる自分でも、勇気を持って頑張ろうみたいな思える曲が結構、好きです。ブルーハーツとか竹原ピストンとか、なんかいいじゃんっていう感じ。生き方なんてどう好きにしたらいいじゃんみたいな、なんすかね、そんなこと伝えてるのかわかんないですけど、僕にはそう聞こえるっていう。皆さんご視聴ありがとうございました。これからもスポーツや日常生活に絡めたことをできるだけの皆さんのこれからに役立つような形で発信できたらと思いますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。